350をちょっと簡単に説明していきたいと思います。今までですとやっぱりこう PC 立ち上げてオーディオインターフェースの設定してボリューム調整してとか、まあ、ちょっと面倒くさいじゃないですか、まあ、そういったことは一切なくてもうさせばいいと。であとはもう容量だけでどんどん入ってきます。で一応1ギガで90分ぐらい撮れるみたいなんで、うん、まあ2ギガぐらいあれば大体は撮れるんじゃないかなと、うん、と思います。WAV ファイルなんでちょっと重いっちゃ重いですね。はい、うん、データの容量は重いです。だから他に高音質だもんね。そうですね、まあなるべく容量は大きい方がいいですね。はい、はい、まあ、USB じゃなくてもハードディスクでも大丈夫なんで、はい、使ってくださいと。まあ、ミックス CD 作ったりする時もいいし、はい、さっきね小川さん言ってたように、はい、あのスクラッチライブとかトラクタースクラッチとか、はい、パソコンで DJ をやる人が、はい、まあレコードとか、ね、CD をこうポンとデータ化するのにすごい便利ですよね、はい、そうなんですよ。この機能はですね、うん、この端子ミキサーついてますので、レコードをつないで、あ、そういえばレコード音源しないといけないなってずっと思ってて、でもパソコン立ち上げてソフト立ち上げてめんどくさいなって人はもうこれで一番それが解消されたんじゃないかなと、うん、でちょっと音質足りないよなって思ったら EQ をいじってあげて、それも全て反映されますので、ちょっとハイだけ強めに、いつもこれ足りないからミッド、まあ、そういった EQ 調節もできますんで、はい、